松川半山とは、江戸時代後期から明治時代にかけての大阪の浮世絵師、菅松峰の門人。本生は、牧師、名は安信。通称は高二。字は義教。水坂江戸、霞井、自家水などと申す。大阪西、横堀石屋教藩に、教科師の鬼粒亭、力丸こと、松川ため市の子として生まれた。12歳の時に、 菅松峰に絵を学び、死の画系である、庭桃系や岡田玉山らの画風を研究して、一家をなす。風景画を得意とし、幕末の頃行商制と提携して、京阪名所図絵など、名所絵に筆を取ったほか、何和新聞や、軍記物の挿絵を残している。代表作として、行商制が表した知史で、文久元年刊行の、淀川遼岸一覧。 運河底湖流の安田河営三年観光の雑敗書、学知愛久後の鶴三巻三冊などが挙げられる。他に、仏教書、阿弥陀教和く図絵三巻三冊、特本、佐藤紀段五巻五冊、文久四年観光の江本豊美琉球軍記後編十冊、地口安頓二編二冊と、土山正義の小説、絵本石山軍記三編十巻三十冊の差絵、 なども知られている。明治維新後は、文明開化した都市の繁栄や風俗をいち早く、取り入れた書物や、文部省の教科書作成にも参画し書道から、絵画、算数の指導書を手掛けた。1882年11月22日死去、去年65、書道、加藤雄一、五十院の原油村田海石松川半山、何は、柳原木平、 明治6年2冊2 2 3トル。時点類出版年の古い順ありがとうございます。